オーナーさんはマリーの秘密見たいですか？じゃあ踊らせてあげる。ご主人様、今夜は何をして過ごしますか？二人っきりですね。マリーの隣来ないんですか？サーヴァントのマリーと女の子のマリー、どちらと一緒にいたいですか？オーナーさん、この部屋でのことは二人だけの秘密にしてくださいね。特別な人ってそういうことなのかな。マリーはオーナーさんのこと、ダメですよね。マリーはサーヴァントなんだから。オーナーさん、マリーの虜にしてあげます。